草人です。今日も世界のコースやっていくぜ。草人チャンネル。ふざけてる？いえ、彼ら真剣です。面白そうだね。ふざけてるか真剣か俺が判断したわけよ。もし仮に真剣にやったらかわいそうだ。責め立てんなよくねえよ。どういうこと？真剣でしょ、これは真剣だよ。ふざけてんだね。これはふざけてるね。だいぶ、いやでも焦ってるからな。この子は真剣で、もしかしたら本当に入れないので困ったじゃんかもしれない。これは真剣にしておきます。これは真剣にしておきます。次はどうだろうな、これはどうだろうな、次は。ふざけてるね。だいぶふざけてるよ。入ったぞこいつ。どうやって入った？続いてはどうなんだな。次どうなんだ、続いては。これはふざけてるというよりもお互いじゃれてるだね。これは真剣かふざけてるかじゃない、じゃれてる。いいじゃん、カップルなのかな、仲のいいカップルなのかもしれんね。次はどうなる、あののこのこちゃんたちはどうなる、どうだどうだどうだ。ふざけてる、これはふざけてる、完全にふざけてます。これは完全にふざけてます。こいつは完全にふざけてるでしょ。これは真面目にやってないね。君クビです。クッパからクビ渡されるよお前、仕事クビになるよね。あーん、どうだろうな。ふざけてんのかなこの子たちは。こっちの子もふざけてるのかな。いや真剣だね、目が真剣この子たち。こいつは怠け者じゃない。ふざけてる、ふざけてるね。これはだいぶふざけてるね。アイゴールありがとう、面白かった。草人チャンネル、挟まれ放題1いってみよう。よし、挟まれないように頑張ろうぜ。放題たちに挟まれないように頑張ろう。そういうことだよな、そういうことだよ。いって。え、結構余裕じゃない？こんな感じでいいの？クリアしたいよ。とことんクリアしたいよ。あ、いいんだよね。こっちまで。あ、怖かった。ちょっと怖かったよ。ちょっと怖かったんだよ。こっちオッケー。こっちいける？あ、大丈夫？あ、怖いねー。すごく怖いねー。こっち一回避難。そう。一回避難しといた方がいいよ。で、こう来て、あ、こっち一回避難しとこうぜ。ちょ、急に急ぎすぎるとよく、そうだよね。ギリギリ助かるよね。はぁ、怖い。ゆっくり行け、なんてことは、あ、行く。よし、こんな感じで行けたらすぐに、パパッとクリアできるじゃん。なんですか、それは。怖くないか。あー、危なかった。めちゃくちゃ危なかった、今の。あー、一回上まで行った後にした。その作戦でどう？で、ここに入る。いいね。こういう感じで来てるよね？来てるんだよな？来てるよね？で、一回ここで待機。バカー！ここでちょっと待ってからこっち。で、そうだよね。そうなるよね。で、こう来ての、ここか。違うんだよ！結構むずくない？結構難しいんだよ。こう、オッケー！だいぶショートカット。で、オッケー！あぶねー！マジで危ねえ。で、いいんだよね。これ一回こっち避難からの、で、こっち来て、ここも一回避難して、で、ここで、待ちので、オッケー、ちょっと、で、こう来て、こうかな？ダメやー！行くぞ！こっちで一回ここで休みーの、で、ここでもまた休みーのからの、猛烈ダッシュで、行きましょう！よし！これだ！こっちじゃないやん！ほい！で、このまま下行きいいので、ここで休みいいの。で、ここで一気に、攻め立てーので、一回ここで休みいいので、こっち、戻りいいの。よーし、難しかった。やった、むっず。めっちゃ惜しいけど、むっず。草人チャンネル。ジャンプ力が高い敵アイテムはどっち、こちら行ってみよう。さてさて、下半身の筋力が発達しているマリオキャラ、またはアイテムは、どちらでしょうか。いや、クリボーそんな飛べない。ほら、めっちゃ飛びたがってるやん、バタバタちゃん。すごいと、ほらね。そうでしょ。いや、でも結構クリボーも飛ぶやん。下半身の筋力すごいやん、クリボー。思ってたよりすごいやん。イカちゃんじゃない？これはイカちゃんじゃ、あ、でも、一回と一回事件、紛らわし、こっちかな？よし、よかった。イカはなんかね、ちょんちょんを繰り返す感じかな。なるほど！いや、これは、長靴を履いたクリに任せようぜ。あー、こっちじゃないの？マジで？長く、お前さ、
長靴を履いたくりで飛んだ後にお前も飛べばもうちょっと高くまで行けるんじゃないの？ねえ、頼むぜ、くりちゃん。続いて、うわ、俺、チョロちゃんにかけるわ、これは。俺、チョロちゃん大好きだから、これはチョロちゃん、プーちゃんじゃなくて、チョロちゃんにかけます。違うんかい。プーの方が高く飛ぶんか、マジで？チョロあんま飛べないの？嘘。チョロちゃんって結構高く飛べる気がするよ。答えどこ？答えねえの？いや、サボテン高く飛べる気がすんだよね、俺。なー、やばい。あ、こっちに答えあんだ。惜しいや。結構ギリギリや。続いて。いやー、やばいぞ。あと一回食らったら死ぬぞ。なに、どうしよう。いや、ハンマー、俺んこと殺しにかかんな。はなちゃん結構飛ぶよね。ハンマーあんまり飛べないイメージあるけど、どうだろうな。え、マジで？ハンマー飛べんの？うっそ。マジ？お前やめて。マジやめろ、お前。本当にそれだけはねえわ。マジ？カエルちゃんじゃない？もう信用できなくなってきて、カエルちゃんで行こう。カエル！イエーイ！スカエルちゃんだって、なんだこりゃ、なんだこりゃ。草人タンネル。花と亀、こちらゲーム実況者のピョーキングさんのコースだね。こちら行ってみよう。なるほど、いいね。ちょっと待ってね。はい、ここ、まず1マスで入ってからの、うわー、これさ、うわ、こういうことやな、ね、こういうことやな。ダッシュして入って、しゃがじゃんして。あー、くっそく、むず。これガチでむずいぞ。待って。ポン、ポン。あー、ちょっと1マスで。うわー、こうなっちゃうんだよな。これさ、ゆっくり行ったらいけねえんかな。ゆっくり。ちょっと待ってね。ここから、ちょっと入って。あー、無理か。やっぱ勢いつけんとか。ここ勢いよくスピンで上がった後にしゃがんでジャンプして、最初のノコノコ踏んだらちょっと左に戻ってっていう感じだよね。多分、そういう感じで行きゃいける気がする。あー、くそー。やっぱ俺しかり、ドクターショーキしかり、ピョーキングさんしかりさ、なんかマリオメーカーのブームが去った後で、こうやってショート動画で、バズって、なんとかさ、有名になれた3人じゃん。だからやっぱこういうね、新参者マリオメーカー実況者たちがね、やっぱり、大手をね、やっぱ食っていきたいよね。こう、なんだろう、別にさ、相手を敵対視するわけじゃないけどさ、まあ、みんな一緒にマリオメーカー実況者たちで、こう、マリオメーカー界を盛り上げつつ、やっぱりこうやって新参者たちで、マリオメーカーをね、の底上げをしていきたいよな。ぜひぜひみんなでちょっと盛り上げていきましょう。頑張っていきましょう。オッケー。うわ、最後、しゃがみジャンプ来るか。もうちょっとこっちまで行ってから。オッケー！よーし！はい、ゴール！あ、面白いコースだった！さすが！さすが、ピョーキングさん！俺もこういうコース作りてー！